新情報シンカリオン Z。 バイキンのジョーです。はい、ということで今回は5月28日から本日5月31日までに解禁されましたシンカリオン Z の最新情報の方をね、皆さんと一緒に共有していきたいと思います。今回もね、なかなか重要な情報が解禁されたので最後まで見ていただければと思います。っていうことで一つ目の情報の方がこちら、シンカリオン Z ブルーレイ& DVD 発売決定。いやー、全シリーズより早いよね。だいぶ早いと思う。でね、いつも新幹線変形ロボシンカリオン Z を応援していただきありがとうございます。この度シンカリオン Z のブルーレイ& DVD シリーズを発売することが決定いたしました。さらに第1期新幹線変形ロボシンカリオンの全話を収録したコンプリートブルーレイボックスも発売決定。おっと、そうきましたか。ちょっと特典が気になるね。で、発売スケジュールの方が、ブルーレイが各2万3100円税込み。うん、いい値段だね。1巻が、今年の9月29日。で、2巻が12月23日で、3巻が5月27日。で、DVD の方が、価格の方が9350円の税込みで、1巻が9月29日、ブルーレイと一緒だね。で、2巻も、12月23日で、3巻が、これがちょっとスケジュールがずれるんだね。2月25日。で、4巻が5月27日となっておりまして、なんで、DVD が4巻まであるかというと、収録時間の問題だろうね。収録できる時間の問題。ここにも書いてあるけど、ブルーレイと DVD では収録話数が異なります。ということでございます。そして気になる購入特典の方が、ブルーレイの購入特典が3つあって、超加速新幹線 E5系&新、2段階変速式プルバック新幹線。これはね、映画の時の入場特典とか、あとは、映画の DVD、ブルーレイの特典だったね。うん。のプルバックの Z 版って感じかな。あとは、イラスト書き下ろしアウターケース。で、3つ目が、特製ブックレット32ページ。あれ ?DVD の特典はないのかな、どうなんだろう。ちょっと後で発表になるのかな。情報が出たらね、追って動画の方で紹介したいと思います。で、あとはね、法人別オリジナル特典っていうのがあって、購入するお店によって特典が変わってくる感じだね。イベントの DVD が特典になっていたり、ハンドタオル、ステッカー、アクリルキーホルダー、バンパーケースとか缶バッジ、アクリルプレート等々、お店によってね、いろんな特典がつくみたいです。ちょっとこれは悩んじゃうね。うん。で、これがコンプリートブルーレイボックスの方だね。全シリーズ。第1期のコンプリートブルーレイボックスの方の発売が、2021年の8月27日金曜日。価格の方が、46,200円。おーって言ったけど前に発売された方もね、なかなかいいお値段だったね。ゴールドバージョンの E5 はやぶさが特典だったんだけど、まあ、ちょっとね、気になる方は動画の方公開しているので、ぜひチェックしてみてください。まあ、ざっと見た感じ、物としての何か特典っていうよりは特典映像が多数収録されている、そんな感じなのかな。うん、って感じで、続いて2つ目のニュース、これはアプリのコラボだね。スマホアプリドラゴンエッグとのコラボ決定&スタート。スマートフォンアプリドラゴンエッグとのコラボが本日5月28日金曜日から6月11日まで期間限定で開催されることが決定いたしました。ドラゴンエッグ、ちょっとね、ジョーはあまりゲームとかやらないからわからないんだけど、なんか楽しそうな感じだね。シンカリオン Z とコラボだから余計に遊んでみたくなっちゃうところですが、コラボの実施内容としてはコラボキャラクターガチャ&アバターガチャ、あとはコラボ記念ログインボーナスにイベントクエスト、わざとみは巨大怪物体と戦うコラボクエスト。お、楽しそう。あとはコラボギルドミッション。で、あとはコラボ記念リツイートキャンペーンで、キャンペーン対象ツイートリツイートしていただいた中から抽選で5名に新幹線変形ロボシンカリオン Z のキャストサイン入り番宣ポスターが当たるキャンペーンを実施。いいね。おっとちょっとリツイートしてみようかな。うん。まあ、そんな感じでございます。11日までだからね、期間も限られているし、ちょっとね、気になる方は遊んでみてはいかがでしょうか。で、続いて3つ目のニュースだね。6月4日11日限定、リアルタイム視聴でシンカリオン Z 超豪華プレゼントキャンペーンに参加しよう。お、なんだこれは。6月4日11日放送の番組の中で豪華商品が当たるシンカリオン Z 超豪華プレゼントキャンペーンを実施します。いずれも番組のどこかで発表される電話番号をチェックして応募しよう。6月4日11日の放送をお見逃しなく。っていうことで、これがキャンペーン概要になるんだけど、まあ、番組放送中にね、6月4日11日の放送中に発表する電話番号、その番号をチェックして電話をすることで応募できるキャンペーンだね。これがね、その、豪華プレゼントの内容になるんだけど、自由帳、落書き帳、スーパー塗り絵、
あとはシンカリオン Z、E5、ハヤブサに、ザイライナー、E235、山の手。豪華だね。ぜひ、ジョーも参加したいところだけど、4日11日限定でしょ。っていうことは、テレ東系列の放送局ではない地方の皆さんは、ジョーも含め地方の皆さんは参加できないやつだね。いやー、なんか前もそういうのあったな。やっぱそうだ。新幹線行き先予想クイズはお休みしますって書いてあるから、やっぱりそういうことだね。ちょっと参加できる皆さんは参加できなくてね、悔しい思いをしているジョーたちの気持ちも込み込みでぜひ楽しんでみてください。でね、当選したらぜひコメント欄で教えてくださいね。はい、そんなところで続いて4つ目のニュースを見ていきましょう。お、公式ファンクラブバースデーメール配信開始。シンカリオンの公式ファンクラブ超進化研究所特別支部にてバースデーメールの配信が開始。6月1日から会員限定バースデーメール配信がスタートします。で、限定書き下ろしのシルエット画像大公開。こんな感じのね、なんかバースデーメールが来るのかな、画像とかが送られてくるものだと思われます。このシルエットはまあシンくん、アブトくんかなっていうところではあるけど、どちらかね、自分の写真なんかをこう入れてもらえるとなお嬉しいよね。どうなるんだろう。ちょっとね、バースデーメールを受け、あーでもネタバレになってみんな楽しくなくなっちゃうかな。ちょっとコメント欄でネタバレコメントは NG でお願いします。気になるけどね。といったところで、本日31日に大型情報久しぶりに解禁されたね。はい、出ました、追加キャラクター情報解禁。 N700S のぞみ、 N700S ひだ、安城しまかぜ、安城ながら。800の情報解禁が確か4月30日だったから、1ヶ月ぶりのキャラクター情報の解禁だね。おお、かっこいいね。 N700S のぞみに、これは Z 合体した状態かな、 N700S ひだ。画像を向かって左側にいるのが N700S のぞみ。超進化研究所の技術を集結し、今までにない運動性能を誇るシンカリオン。両腕に持った鋭い鍵爪で攻撃する犬釘クローや、高度の跳躍から繰り出されるスクリームキックと高い運動性能を生かした格闘攻撃を得意としている。で、画像を向かって右側にいるのが N700S ひだ。シンカリオン Z、N700S のぞみとザイライナー HC85 ひだの Z 合体シンカリオン。やっぱ Z 合体した状態なんだね。で、運動性能の高い N700S に HC85 が装備されることで、格闘能力がさらにパワーアップ。HC85 の武器、ひだハイブリッドソードを2本連結した、ひだハイブリッドなぎなたで戦う。なんかめちゃくちゃかっこいいのはもちろんなんだけど、正直ね、ジョーはびっくりしています。っていうのもね、全シリーズ。の時にデラックスシンカリオンシリーズからアニメ終了後に N700S のぞみって発売してたんだよね。まあそれに、まあ作りの方がね違うから、まあ、変わってくるんだろうなとは思っていたけど、まさかね、その時からさらにビジュアルが変わっているなんて思ってもみなかったからね。あれはあれで全シリーズのね N700S のぞみもめちゃくちゃかっこよかったんだよね。だからちょっとそこを活かしてほしかったかなっていうのが、まあ、現状言えるところ、正直な感想なんだけど、まあアニメに登場しちゃったら最後こっちのねビジュアルがかっこいいってもう思い込み始めちゃうとは思うんだけど、いや前の方もねほんとかっこよかったんだよね。そんな N700S のぞみの運転士情報も解禁されました。このね運転士が今までにない設定で、ちょっと読んでいくね。新たなキャラクターとしてシンカリオン Z N700S のぞみの運転士候補生だからね、候補生に、安城しまかぜと安城ながらが登場。小学6年生の兄、安城しまかぜ役には、内田祐馬さん。小学校4年生の弟、安城ながら役には、遠山奈緒さんの出演が決定しました。候補生っていう設定は今までなかったよね。ちょっと、ジョーの記憶違いかな。まあ、後で、キャラクター情報の方もしっかりじっくりと見ていきたいと思います。そしてね、合わせてこちらの情報も解禁となっております。プラレール新幹線変形ロボシンカリオン Z-N700S ひだ、7月上旬発売。早い。とにかく早い、発売するペースが早い。だって6月下旬末の方にはさ、モバイル Z ギアが発売するんだよ。お財布が悲鳴を上げそうです。といったところで詳細を見てみましょう。まあ何が気になるって、保護者的にはね、親的には価格だよね。さあ、どのくらいなので、まあ、変わらない気もするけど、どうだろう。お、あった。N700S ひだ、ちょっと詳しく見て。ちょっとすごい数字が見えたぞ。ああ、かっこいい。かっこいいんだけど、値段もすごいかっこいいよ。メーカー希望小売価格、8800円。税込み、8800円。モバイル Z ギアより高い。嘘。あ、でもこれセットの価格なのかな。え、それにしてもなんか、高い。あ、なるほどね。ザイライナー HC85 ひだが、1両編成じゃなくて、2両編成。
在ライナーで2両編成は初か。その分高くなってるんだね。まああくまで画像判断にはなるけど、まあ、多分これは各車両ごとに手に変形するパターンと足に変形するパターンに分かれているから、まあ、シンプルに通常の在ライナー2両分がセットになっていると考えれば納得の値段だね。うん。まあ、しかしかっこいいな。ドラゴンの要素はなくなってしまった感じだけど、なんかね顔の方も戦国武将と言いますか甲冑っぽい、うん、感じにリニューアルされていて、ところでセット販売オンリーなのかな。従来通りシンカリオン Z、まあ、M700S 本体と在ライナー別販売ありなのか。商品ページ的にはねセット販売しかないんだよね。どうなるんだろう。一応ね、まあ、さっきのあくまでまた画像判断にはなるけど、 N700S のぞみ単体でも他の在ライナーと Z 合体はできるみたいだし、まあ、今後情報が解禁されるのかな。アトリートにこの情報だけ出したのか。まあ、現状はこの情報のみみたいなので、まあ、ちょっと情報も日々更新を確認しながら、何かね新しい情報が分かり次第また動画でお伝えしていきたいと思います。これに関してはねお値段もお値段だから、最新情報をつかみ次第、皆さんと共有していきたいと思います。はい、そんなところで、キャラクター情報改めて見ていきましょう。安城島風 CV 内田優馬、愛知県名古屋市に住む小学6年生、シンカリオン Z-N700S の運転士候補生で、ながらの兄、伝統派空手の道場生でもある。視野が広く穏やかな性格、父からもらった N700A のキーホルダーを大事にしている。続いて安城ながら CV 遠山奈緒、愛知県名古屋市に住む小学4年生、シンカリオン Z-N700S の運転士候補生で、島風の弟、フルコンタクト空手の道場生でもある。威勢がよくいつも元気、戦国時代の武将のことに詳しい。あーだから N700S の顔のビジュアルはそんな感じ、武将っぽいっていうか甲冑っぽかったんだね。なるほどなるほど。そう考えると運転士候補生的にね、どちらが運転士になるのかなんとなく想像できるところでもあるよね。で、シンカリオン Z-N700S のぞみ、超進化研究所の技術を集結し今までにない運動性能を誇るシンカリオン、両腕に持った鋭い鍵爪で攻撃する犬くぎクローや高度の跳躍から繰り出されるスクリームキックと高い運動性能を生かした格闘攻撃を得意としている。全高 26.5m、 重量110トン。続いて在ライナー HC85 ヒダ、1両で腕足を同時にパワーアップすることができる腕足強化型在ライナー。足には高出力のスラスターを、腕には大きなアーマーが装備されている。機動力と防御力が高く近距離での格闘攻撃に適している。武器は近距離専用ヒダハイブリッドソードと遠距離専用ブラスターを使い分ける。すごいね。まあ、現状最強なのかな。で最後が N700S と HC85 の Z 合体だね。シンカリオン Z-N700S ヒダ、シンカリオン Z-N700S のぞみと在ライナー HC85 ヒダの Z 合体シンカリオン。運動性能の高い N700S に HC85 が装備されることで格闘能力がさらにパワーアップ。HC85 の武器、ヒダハイブリッドソードを2本連結した、ヒダハイブリッドなぎなたで戦う。全高 27.5m、重量 131.4トン。全高こそ E6 NEX と同じだけど、重量がね、もうダントツだね。発売される玩具もかなり大きめになるのかな。楽しみだね。はい、っていうことで今回は、5月28日から31日までに解禁されました。シンカリオン Z の最新情報共有動画でございました。マイキンのジョーのチャンネルではね、シンカリオン Z の動画いろいろ公開しているし、まあ、全シリーズからねシンカリオンの動画たくさん扱ってきたので、よかったらチャンネル登録をして他の動画もチェックしていただければと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイキン。最後まで見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録お願いします。 Twitter、Instagram もやっているので概要欄からフォローお願いします。せーの、バイバイキーン。